はい、どうも、アストラです。今回はオートマでの意識調査やっていきます。オートマ、邪神とかパニとか、あとなんだ、トガビトとか、防衛とかかな。での、まあ実際みんなどういう風に思ってるのかなっていうのを、ツイッターのアンケートで集計して、それをまとめたものが今回の動画になります。で、まあ、アンケートなんでね、多少ばらつきがあるとは思うんですけど、結構まあ50票以上ぐらいは入ってるんで、ある程度参考になると思います。そしたらどんなこと聞いたのか。まずは、放置。まあ、これは放置もいろいろあると思うんですけど、恋での放置ですね。お手洗いとかじゃなくて、恋での放置はどうなのかな。で、装備。まあ、裸でいいのか。裸確か入れないんですけど、まあ、どれぐらいの体勢だけあればいいのかとか聞きました。で、ニヤカ。ニヤカで潜ってる人はどう思うのか。挨拶。挨拶はいるかいらないか。オートマだとやらない人も多いと思います。レベル。レベルも上限ある、上限じゃない。下限あると思うんですけど、どれぐらいなのか。で、職業も聞いていきました。そしたら実際中身いきましょう。はい。まず放置について、恋での放置です。まあ、許さないが 79%、気にしないが 21% となりました。まあ、正直これ見たとき、俺が思ったのは、あ、意外に気にしない人いるんだなと思いました。やっぱり放置って、要はまあ、8人コンテンツだとすると、7人に全てを任せて、何もせずね、ぼーっとしていることだと思うんですけど、まあ、例えばそれが回復役、例えば僧侶で潜って放置されるともうパーティーが壊滅すると思うんですよ。それで結構まあ重要なことだと思うんですけど、まあ絶対にまあしてほしくはないんですけど、意外とアンケート取ってみると気にしない人も2割ぐらいはいたかなという結果になりました。票もね76票入ってるので、まあ結構収束してるんじゃないかなと思います。結構みんな気にしてないんだなと思いました。ちなみに俺は放置はしてほしくないし、まあ許さないに入れるかな、これならって感じですね。はい、次は、なんだ、装備です。一応これ、裸でもいいって書いてあるんですけど、裸ではどうやら入れないみたいですね。まあ、裸で入ろうとする人もなかなかいないと思うんだけど、裸では入れないみたいです。はい、まあ見てもらったとはわかると思うんですけど、まあ最低限体制あればって感じの人が多いのかな、ほとんど。で、最新のみの人は 6% しかいなかったです。なんで、この前エンドコンテンツでの、アンケートも取ったんですけど、それに比べてやっぱりある程度緩くなってるかなってイメージです。で、82票も入ってるんでね、まあ大体正しいんじゃないかなと思います。まあ最低限、例えばなんだ、8人トガビトとかなら、まあなんだ、ある程度 HP 持ってボール耐えれるようにしたりとか、怒号耐えれるようにしたりとか、まあそんなレベルがあればあとはいいんじゃないかなと思います。まあ難しいけどね、最低限耐性って言っても。パニガルムとかもそうだね。はい、次は、なんだ、挨拶か。挨拶について。まあ、挨拶について結構、トガビトじゃない、オートマでよろしくお願いします。お疲れ様でした。言う人の方が多いのかな。まあ、半々ぐらいなのかな。ちょっとわかんないけど、半々ぐらいか、言う人が多いかぐらいだと思うんですけど、まあ、言うか言わないか、どっちでもいいなっていう人がほとんどでした。8割。8割の人がどっちでもいいな。で、してほしいが 9%、しないでほしいが 11%。ってなってるんで、まあまあまあ、どっちでもいいんじゃないかなと思います。まあ困ったらすればいいと思いますけどね。困ったら。まあ、ノラとか、ノラの4人のコンテンツとかで挨拶しないとすごい感じ悪い感じになってちゃうと思うんですけど、8人コンテンツ、12人コンテンツ、お友だと挨拶はどっちでもいいよっていう人がほとんどでした。なんで、まあその辺はね、気にせずに潜ってみるといいと思います。で、ちょっと気になったのがね、配信、オートマって言っちゃうと思うんですけど、まあそれ嫌な人もいるのかなとかも聞いてみたらよかったなと思いました。はい、次ニヤカ。ニヤカで潜ることについて、はい、まあダメが 21% で、しっかり操作できるならいいよっていう人が 79%、 8割ぐらいになりました。これもね、聞いた時意外だなと思いました、正直ね。まあニヤカって要はまあしっかり操作できるならって書いてあるけど、どうしてもやっぱり操作するのはある程度落ちちゃうと思うんですよ、精度は。それでもね、結構8割の人が、まあいいんじゃないって思ってる人が多いなっていうのが印象でした。はい、でもダメが 20% と。まあね、だから、どうなんだろう。ニヤカで入っていいとは言わんけど、意外と別にニヤカでも全然問題ないなと思ってる人が多いみたいなんで、はい。まあって感じです。まあ俺はニヤカはそもそも、お金がなくて課金してないんでね、ニヤカで入ることはできないんですけど、まあニヤカで潜ってる人がもしいるんであれば、
ああ、意外と許されてるんだなって、ちょっと心持ちが楽になったかもしれないですね。あ、俺は推奨はしてません。はい、次。レベルについて。レベルについてはね、意外とみんな厳しいですね。結構。いや、これは逆に思ったよりもみんな厳しいなと思いました。はい、カンストが 34%、120あればマが 50% で、何でもいいが 16% になりました。結構厳しいですよね。一応レベルのライン、邪神とかだと別に2桁とでも入れるのかな ?50 以上とかなのかな、ちょっとわかんないけど。なんかパニガルムとか、トガビトとかは結構厳しかったと思うんですけど、で、カンストが3割いますからね。カンスト以外許さない3割。120あればの人が 50% で、何でもいいが 16% だから、ほとんどの人は、8割以上の人は、レベル120ないと出てくんな、入ってくんなって思ってるっていうことなんですよ。まあ結構厳しいですよね。まあ今、レベル上げ、1上がるごとに相当ステータスは上がるんですけど、まあまあまあ、なんで、パニとかでレベル上げしてる人もね、最低120ぐらいあれば安心なんじゃないかなと思います。はい、次、職業。職業について。まあこれはちょうどいい感じに割れたんですけど、まあ例えば、防衛とかだと別だと思うんですけど、パニガルムとかで天地雷鳴士とか、あと盗賊とか、で正直、言っちゃ悪いけど、役に立たないじゃないですか。まあ、全く役に立たないとは言わないですけど、純粋な回復職、火力職に比べたら全然役に立たないと思うんですけど、それがどうなのかっていう調査なんですけど、まあ、ほぼ5割。何でもいいの方がちょっとだけ多いっていうイメージでした。まあ、明らかに12人、パニガルムとか周回ってなると、まあ、周回スピードは絶対落ちますから、まあ、この気持ちはもちろんわかります。5割の人のね。なんでまあ、まあ難しい。オートマなんでね、難しいところではあるんですけど、まあ、せめて放置はせずに頑張ってやってあげるとまあいいんじゃないかなと思いました。天地とかでね放置する人も多いんで、ってことで今回のアンケートはこんな感じになりました。でまたね次回何かアンケートすると思うんで、コメントとかでねこのアンケートどうかなとかあればよろしければ教えてください。でまあよかったらねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で配信もしてるんでね、よかったら遊びに来てください。ってことでまたね、バイバイ。